生きる力とは、全人的な資質や能力のことを指す用語であり、具体的には、変化の激しいこれからの社会を生きる力を意味している。1996年に、文部省の中央教育審議会が、21世紀を展望した、我が国の教育のあり方についてという諮問に対する、第一次答申の中で、と述べたことから、 教育の新たな目的の一つとして挙げられるようになった。上記のような理念を受けて、その後の学習指導要領の改定時に総合的な学習の時間が創設された。2002年以降実施の学習指導要領では、ゆとりの中での特色のある教育によって生きる力を育むという方針であり、2011年以降実施の学習指導要領では、 ゆとりでも詰め込みでもなく、生きる力をより一層育むという方針である。一橋大学准教授の河野慎太郎は、2001年文部科学省白書に設けられた、千と千尋の神隠しに関するコラムについて、この映画のテーマは、主人公が生きる力を獲得することがテーマであり、その生きる力とは、他人のために何かをすること、与えられるのではなく、 与えることの意味を知ることだとされていると指摘し、搾取が容易に可能な主体になることこそが、生きる力を手に入れることなのだと述べ、労働ダンピングややりがい搾取と関連する形で論じている。ありがとうございます。